体なんだ。何がお前にそこまでさせるんだ。私にはお前が全く理解できない。すると魔法使いは言いました。簡単だよ魔王。僕には守りたいもの、守るべきものがあるんだ。それを思えば自然と体の底から無限の力が湧いてくるんだ。何度だって立ち上がれるんだ。さあ覚悟しろ魔王。僕はお前を倒す。そしてみんなを守る。魔法使いの聖なる稲妻を受け、断末魔の叫びをあげる魔王。長かった戦いはようやく終わったのです。正義の魔法使いになりたかった。ここはアルザーノ帝国の南方にある都市フェジテ。この町はアルザーノ帝国魔術学院と共に生まれ、共に発展してきた。アルザーノ帝国が魔導大国としてその名を馳せることになったのは、創立400年余りのアルザーノ帝国魔術学院の存在があってこそだ。おお、さすが学院の生徒さんだけある。大したもんだ。本当は魔術を学院の外で使うのは禁止なので内緒にしてくださいね。もちろんだ、ありがとう。ルミア、ではごきげんよう。魔術の勉強頑張ってな。はい。学院は栄えある歴史を誇るだけでなく、常に最先端の魔術を学べる最高峰の学び屋として誉れ高く、また高名な魔術師は皆この学院の出身なのである。もうルミやったら、先に行っててって言ったのに。システィーナお嬢様を置いていくなんて、しがない居候に過ぎない私にそんなことできませんわ。そういうの冗談でもやめてよね。私たちは家族なんだから。ごめんシスティ。ほんとよ。でも珍しいね、システィが忘れ物するなんて。ひょっとしてあのことかもね。ヒューイ先生、なんで急に辞めちゃったのかな。今日からは非常勤だけど、代わりの先生が来るんだって。知ってる。ヒューイ先生みたいな熱心な人がいいな。どけガキども。
大丈夫だったかい？お嬢さんたち。遅い。怪我はないかい？いや、あなたこそ大丈夫？急に飛び出したら危ないから気をつけた方がいいよ。急に飛び出してきたのはそっちだったような。ダメだよ、システィだっていきなり魔術を打ったじゃない。ほら、ちゃんと謝って。ごめんなさい、申し訳ありませんでした。私からもお詫びします。まあ仕方ないな。俺はちっとも悪くなくて、お前らに一方的に非があるのは確定的に明らかだけど、そこまで言うなら超特別に許してやらんでも。いや、お前どこかで。赴任初日から遅刻とは。だから反対だったのです。どこの馬の骨とも知れぬ男に非常勤とはいえこの学院の講師の職を与えるなどと。しかしハーレイ君、彼はあのセリカ・アルフォネア教授たっての推薦なんだよ。どういうことなの？もう半分以上授業時間過ぎてるじゃない。何かあったのかな？生徒はもちろんのこと、この学院の講師が遅刻するなんて前代未聞ではありませんこと。ま、ある意味大物だな。むしろろくでなしだろう。これはもう生徒を代表して一言文句を。ああ悪い悪い、遅れたわ。やっと来たわね。あなた、この学院の講師としての自覚を。違います。人違いです。人違いなわけないでしょ。いいえ、人違いです。そんなわけ。この度非常勤講師となりこのクラスを受け持つことになったグレン・レーダスです。これから1ヶ月間皆さんの勉学のお手伝いをさせていただきます。特技と趣味は。挨拶はいいから早く授業を始めてくれませんか。まそりゃそうだな、仕事だしな。教授からの推薦状があれば問題なしだろう。いや、だからといって魔力のキャパもメモリも普通、魔術の系統適性も全て平凡、魔術師のクラスは第三回程ってとこかな。はあ、たかが第三回程の三流魔術師が講師？我が校は最低でも第四回程、ひいては第五第六までいるというのにありえない。彼は我が校の優秀な生徒に教えることができるんですか？よもや自習でお茶を濁したりは。本日の授業は自習にします。眠いから。ちょっと待て。それから彼は教職免許持っとらん。はあ、ま、これも教授からの推薦状があればでな。ありえない。優秀だぞ、なんと11歳で入学しておる。だが15歳の時に学院を去ったともある。で進路は？その後の4年間は分からんの。それは何もせずにただひたすら無駄な時間を過ごしてきたってことでは。魔術師の風上にも置けない愚か者ではないんですか。それはどうかな。リック学院長、あなたはあの魔女を信じているのですか。魔女か、言ってくれるじゃないか。おお、セリカ君、いつの間に。さあ、いつからだろうな。それより、私のことをいくら悪く言おうと構わないが、私の前であいつを悪く言うのは許さん。取り消せ。失礼します。ようやくあいつを授業に行かせることができたよ。そうか、本当にすまないと思っている。何の実績もない魔術師を強引に講師職にねじ込むハーレイ君のあの反応が普通じゃろうな。責任は取るさ。あいつがこの学院でやることなすこと全て私が責任を取る。そこまでか。君にとって
彼は何なのか聞いていいかな。別に浮いた話も特殊な因縁もないよ。ただあいつに生き生きとしていてほしくてな。いてー。あんな生き生きしていない人を見るのは初めてだ。字が汚くて読めない。システィーナの怒りの鉄拳を受けてもまだ真剣に授業をする気にならないようですわね。で、多分きっと大体こんな感じで。要領を得ない。そうかな。目が死んでる。あの、質問が。なんだ。先ほど紹介してくれたルーン語の呪文なんですが、その共通語への翻訳がよくわからなくて。俺もわからん。え？すまんな。自分で調べてくれ。待ってください。リンの質問に対してその対応、講師としてどうなんですか？だから俺にもわからんって言ってるだろ。生徒の質問に答えられなければ次回の授業までに調べ、改めて答えるというのが講師としての務めだと思います。だったら自分で調べた方が早いんじゃねえか。そういう問題じゃなくて。システィ、ああ、ひょっとしてお前らって辞書の引き方まだ教わってねえの？それじゃあ調べ、じゃ今日はここまで。ちょっと待ってください。はぁ、あ、本物のろくでなしだ。なんなのあいつ、やる気なさすぎよ。まあまあ、次の錬金術の実験もあいつが監督するんでしょ？胃に穴が開きそう。大丈夫？システィ、これは癒しが必要だわ。えい！はぁ、やっぱりルミアの体は気持ちいいな。肌が白くて綺麗できめ細かくて。システィ、ダメだよ。システィ、ダメ。なんか順調に育ってるわね。私のはなぜか栄養がいかないからな。あれ、癒しどころかかえってへこんできた。あー、めんどくせえ。ったく、なんで錬金術ってのは着替える必要が。ちょっと。待て、俺は常日頃こんなお約束展開について物申したいことがある。どうして慌てて目を背けたり手を引っ込めようとしたりするんだろうってな。たかが女の裸をチラッと一目見るのとボコられるのが10日交換だなんて割に合わねえだろ、どう考えても。だから俺はこの光景を目に焼き付けた。結局錬金術実験も休校だなんて。ちゃんと勉強したいのに。勤勉なシスティの気持ちもわかるけど、ご飯は楽しく食べようよ。そうね、けどおじい様との約束のこと。メルガリウスの天空城の謎を解くって。そのために私はまだまだたくさんの魔術の勉強をしなきゃいけないのに。失礼。やった。あなた、うめえ。あの先生、すごくたくさん食べるんですね。食べるの好きなんですか？ああ、飯は俺の数少ない娯楽の一つだからな。あ、その炒め物すごく美味しそう。お、わかるか？この時期はキルア豆の旬だからな。そうなんですね。私も今度食べてみます。おう、なんなら今食ってみるか。え、いいんですか？おいしい。だろ。ところでそっちの前、そんなんで足りんのか？食事に関して先生に文句を言われる筋合いはありません。
食わないと育たないぞ。余計なお世話です。私は午後の授業が眠くなるからそんなに食べないだけです。けどこの後の先生の授業だったらもう少し食べても支障はなさそうですが。回りくどいな。言いたいことがあるならはっきり言ったらどうだ。わかりました。この際はっきり言わせていただきます。私は、わかってるって。お前も食いたかったんだろ。この癒しんぼめ。違います。私が言いたかったの。代わりにそっちもよこせ。何勝手に。いい加減にしてください。システィ、あなたそれでも講師ですか。おお、非常勤だけど。魔術学院の非常勤講師。新しいのが来るまでだが、やらないか。無理だな。無理？なぜだグレン。わかるだろ、俺は誰かに教える資格なんてないさ。確かにお前は教員免許持ってないしな。やめてよね、人がせっかく渋く決めてんのに現実突きつけんの。ちなみにお前に拒否権はない。おお、嫌だと言ったら。稲妻に打たれるか、それとも炎で焼かれるか、なんなら氷漬けもあるぞ。養ってください。俺絶対に働きたくないんです。ソア摂理の円環へと帰還せよ。ゴソはゴソに、ショーと関わりを紡ぐエニチは帰りせよ。次はハズさん。じゃあ午後の授業始めるぞ。またかよ。午後に文字すら適当。三元。あまり言いたくはないのですが。じゃあ言わなくていいぞ。私はこの学院にそれなりの影響力を持つ魔術の名門フィーベル家の娘です。私が父に進言すればあなたの身体を消することもできるんですよ。え、マジで。本当はこんな手段に訴えたくはありません。ですが抗議に対する態度を改めないというなら。お父様に期待してますとお伝えください。いやーよかったよかった、これでやめられる。もう脅されていやいや引き受けてみたけどやっぱ無理でさ。システィ。お、行って魔術決闘の申し込みですわ。面白くなってきた。あなたにそれが受けられますか。お前マジか。私は本気です。システィ、ダメ。早く先生に謝って、手袋を拾って。何が望みだ。これまでの態度を改めて真面目に授業をしてください。忘れてないよな、俺が勝ったらこっちの要求を飲まなきゃならないんだぜ。承知の上です。本当にいいのか。なんだよあいつ、ひどいこと考えてそう。それでも私はフィーベル家の次期当主として、あなたのような魔術を貶める輩を感化することはできません。やれやれ、こんなカビ臭い儀礼をふっかけてくる骨董品が未だに生き残ってるなんてな。いいぜ、その決闘を受けてやるよ。受けちゃった。嘘だろ。生徒と講師の決闘なんて前代未聞ですわ。面白すぎだろ。ただし、さすがにお前みたいなガキに怪我させんのは気が引けるんでね。使える魔術はショックボルトのみ、それ以外の手段は禁止だ。いいな。決闘のルールは受け手側に決定権があります。是非もありません。どっちが勝つと思う。
さすがに先生かな。ただシスティーナは甘く見てる気もするけど。でもショックボルトだけってハンデをつけてくれたのかしら。それはどうかな。どういうことですの。ショックボルトは確かに汎用魔術だ。一番最初に習う初歩中の初歩、微弱な電気を飛ばし麻痺させて行動不能にする護身用の魔術。基本的に呪文は雷星よ、試練の衝撃持って打ち倒せの3節でも、実戦においては3節を省略した1節での詠唱をいかに相手より早く唱えるかで勝敗が決まる。じゃあ詠唱の速さにかなりの自信が。おそらくね。仮にもアルフォネア教授のお墨付きの魔術師ですわよ。おいおい、何も取って食おうってわけじゃねえんだ。胸貸してやっから気楽にかかってきな。引くわけにはいかないのよシスティーナ。私が私である以上、あんな男を野放しにするわけにはいかない。たとえ無様に血を舐めることになっても、イナを突きつける。それが私の魔術師としての誇り。行くわよ、雷星の試練よ。やるな。まあいい、1本くらいくれてやる。これは3本勝負だからな。そうでしたっけ。さあ行くぞ、2本目だ。雷星よ、試練の衝撃。雷星の試練よ。ほう、まさかまさかこれほどとは。5本勝負だからってちょっと遊びすぎたな。反省反省。5、さっき3本勝負って。いいわ、だったら。待て、おい見ろ。え、かかったな、アホが。雷星の試練よ。もしかして先生、ショックボルトの一節詠唱ができないんですか。何のことだか。そもそも呪文を省略するなんて邪道だからね。別にできないからそう言ってるわけじゃないからね。できないんだ。とにかく決闘は私の勝ちです。だから私の要求通り、先生は明日から。あれ、何か約束したっけ。はあ、僕何のことだかわかんない。それよりもなかなかやるな。お前、今日のところは超ギリギリ紙一重で引き分けということで勘弁してやる。だが次はないぞ、さらばだ。こりゃ。心底見損なったわ。聞いたぞこれ、お前自分の生徒と決闘してボロ負けしたそうじゃないか。別に負けてねえし、不意打ちみたいなもんだし、コンディションも悪かったし。本当情けない。もうお前のそんな姿を見るのはこれこれなのよ。聞こえない。生徒次回予告だけはちゃんとしような。お前の好きな焼き芋作ってやるから。ち、しょうがねえな。次回ろくでなし魔術講師とアカシックレコード最終回、グレン先生最後の授業。よくできたぞグレン。ご視聴ありがとうございました。勝手に終わらせないでください。次回ほんのわずかなやる気。